現在、大阪府をフランチャイズとするオリックス・バファローズ。2022年はソフトバンクホークスに大きくリードされながらも、大逆転でパリーグを連覇。2021年と同じ顔合わせとなったヤクルトとの日本シリーズも制し、26年ぶりに日本一の栄冠を手にしました。そんなオリックスが前身の阪急ブレーブス時代から本拠地としていたのは、現在の大阪府ではなく兵庫県でした。神戸市にあった二軍の寮では、後のメジャーリーガー、イチロー選手が汗を流し、その他にも数々の名プレイヤーが誕生しています。今回はオリックスが神戸から撤退し、大阪府に本拠地を移した理由についてまとめました。なぜオリックスは神戸から撤退したのか。前身の阪急ブレーブスが兵庫県を本拠地としていたこともあり、オリックスは本拠地を兵庫県に置いていました。しかし、2004年のシーズン終了後に、大阪府を本拠地としていた大阪近鉄バファローズと合併したことで、その流れが変わり始めます。当初は大阪を本拠地、神戸を準本拠地としていましたが、徐々に大阪に一本化。2008年に球団合併に伴う暫定措置が終了し、オリックスは野球協約上の保護地域を大阪府に統合したのでした。オリックスの本拠地移転は、1軍だけではなく2軍の本拠地にも影響を与えます。1989年度から2軍の本拠地を神戸市に設定したオリックス。1991年には、選手寮の整頓館を神戸総合運動公園の近くに建設し、公園内のサブグラウンドを本拠地として使用していました。二軍の練習施設は、若き日のイチロー選手が夜遅くまでバットを振り、世界を代表するプレイヤーへと成長する原点ともなった場所。しかし、建設から20年近くが経った2010年代には、施設の老朽化が進んでしまい、二軍の本拠地を一軍と同じ大阪市内へと移転することを検討し始めます。迎えた2015年、オリックスの移転先の候補となる地域が現れます。それが、大阪市此花区舞洲です。大阪港北港に位置する人工島である舞洲は、1990年代からスポーツ施設を集積した、スポーツアイランド構想が掲げられていました。しかし、2008年のオリンピック招致に失敗後は未開発地の活用が課題となり、J リーグのセレッソ大阪が練習場を作ったものの、まだまだ活用できるエリアが残っていたのです。舞洲が手を挙げてくれたことによって、オリックスの神戸撤退に向けた動きが本格化し始めます。同年12月には、オリックスグループで大阪ドームを運営する大阪シティドームが、舞洲ベースボールスタジアムと近隣の未利用地の運営委託の入札に応募。翌年の2016年4月から50年間にわたって運営を託されることが決まったのでした。これを受けてオリックスは2軍の本拠地を舞洲へ移転する計画を正式に発表。記者会見の場で当時の西名博明球団社長は数年前から議論していた。選手からも室内練習場をもう少し広くしてくれないかと要望があった。大阪を本拠地とする球団として京セラドーム大阪から近いこと、スポーツ施設が整っていたことが大きな要因、と移転を決断した理由を説明。神戸市との関係については、頑張ろう神戸で市民の方に支えていただき、共に優勝したということで、神戸は私たちにとっても非常に思い入れの強い場所。神戸市との良い関係は何ら変わらない、と強調しました。また、瀬戸山隆三球団本部長も、1、2軍が近いところでできる方が効率はいい。近いことは当然メリット、と歓迎しました。オリックスは総工費およそ30億円をかけて、舞洲ベースボールスタジアムの北西側に、球団の練習施設として、サブ球場、室内練習場、選手寮、クラブハウスを建設。その後、神戸の選手寮、整頓館の建物と敷地は所有権を放棄し、神戸からは完全撤退となりました。新しい球団施設の誕生は選手にとってプラス。中継ぎ左腕の海田智幸投手は、僕は1軍と2軍の行ったり来たりが結構あったので、これまでは神戸と大阪の荷物の移動が大変でした、と語れば、西武でプレー経験のある原拓也選手も、
西武の時はファームの球場と1軍の本拠地が隣だったので、1軍の選手が昼間に2軍の試合に出てから、夜の1軍の試合に合流するということが結構あったけど、オリックスだとファームの球場が遠いのでなかなかそうはいかない、と前向きに捉えていました。一方で、神戸を去ることに寂しさを漏らす選手もいました。オリックスで若手時代を過ごし、現在、DeNA でプレーする伊藤光選手です。神戸がなくなるって、まだ想像がつかない。ここでいっぱい練習しましたし、椎間板ヘルニアの手術後にリハビリをした場所でもあるので、寂しさはありますね。年を取った時に、懐かしいなと思える場所がなくなる。今のうちに目に焼き付けておきます。と複雑な心境を口にしています。伊藤選手の思いと同様に、神戸を拠点としていたブルーウェーブ時代からのファンにとっても、神戸撤退は悲しいニュースとなりました。一部のファンからは、神戸より市場規模が大きい大阪に行きたかったんだろう。アンチ阪神の動員を見込んだのでは?といったネガティブな意見も聞かれました。オリックスの本拠地大阪一本化は何をもたらしたのか。かくして2017年3月に、2軍の施設を神戸から大阪市此花区、舞洲に移転したオリックス。選手寮は神戸時代の名前を引き継いで正統館となり、正面玄関には移転前のプレートが飾られました。2008年に1軍の本拠地を大阪に一本化して以降続いてきた、2軍だけが神戸にある不便さが解消されたことは、チームにとって大きなメリットがありました。新しくできた2軍施設は、京セラドームから車で15分ほどで行ける距離にあります。室内練習場は24時間使用可能となり、将来を担う若い寮生たちだけでなく、ホームゲームを終えた一軍選手も試合後に練習ができるようになりました。さらに、二軍の施設が一軍の本拠地からも近くなったことで、1、2軍の入れ替えもこれまでよりスムーズに行えるようになったのです。最新の設備を備えた練習環境は選手たちにも好評で、特に新入団の選手からは驚きの声も聞こえました。施設ができた当初に入団した福田周平選手は、当時このように話しています。施設がすごいですよね。東京には絶対にないなと。広いですし、野球をするには非常に良い環境だなと思いました。寮から室内練習場、トレーニングルームも近いので、すぐに練習に行けます。自主的にトレーニングをするにしてもすごくいい。トレーニングルームの機械は、僕自身もそれまでに使ったことのないものばかりですし、それを使ってトレーナーと話をして、やり方を聞きながらやっていければ、体力もレベルも向上していくんじゃないかなと感じています。新施設での練習の甲斐もあり、福田選手はチームの一番打者に定着。チームのキャプテンを任されるなど、中心選手として欠かせない存在となりました。必ず一郎に続く選手が生まれてほしい。宮内義彦オーナーがそう願いを込めて、総工費30億円をかけて作った二軍施設では、福田選手のような若き中心選手が芽吹き始めます。2020年8月、チームの低迷を受け、1軍監督代行就任が決まった中島聡2軍監督は、正統館の風呂で一人の選手に声をかけました。一緒に行くぞ。その言葉をかけられたのは、杉本裕太郎選手でした。190センチ、104キロと恵まれた体格の持ち主で、遠くに飛ばすパワーは十分の杉本選手。さらに50メートルを6秒フラットで走り、遠投も115メートルを記録するなど、ポテンシャルは抜群の選手でした。しかし、バッティングの確実性に課題を抱え、入団1年目から1軍でチャンスをもらうものの、なかなか定着することができずにいました。2軍で打席をこなすことよりも、1軍で打席に立つことが必要だと考えた中島監督は、ペナントレースから離脱したこのタイミングで杉本選手にたっぷりと打席を与えます。一軍レベルのピッチャーのボールに慣れ、平常心で打席に入ることができるようになった杉本選手。翌2021年、ついに覚醒します。自己最多の134試合に出場し、一軍の舞台でその力を遺憾なく発揮。32本のホームランを放ち、30歳にして念願の初タイトルである本塁打王を手にしました。さらに、自身初の規定打席に到達し、打率も3割1厘と3割をクリア、
チームのリーグ優勝と日本シリーズ進出に大きく貢献しました。漫画「北斗の拳」に登場するラオウの大ファンである杉本選手。ホームランを放った後にベンチでチームメートとハイタッチを終えた杉本選手が右手を高々と突き上げる昇天ポーズはファンにも浸透しています。さらに舞島の施設ができた後に入団した高卒選手からは早くもチームの未来を担う若き才能が開花の時を迎えています。左腕の宮城大弥投手もその一人。1年目は2軍で13試合に登板し6勝2敗防御率 2.72 の好成績を残すとプロ2年目の2021年に開幕ローテーションに入ります。開幕から5連勝を飾ると前半戦は8勝1敗防御率 1.93 という抜群の成績でオールスターゲームにファン投票で選出されるなど一気にブレイクしました。その後も勝利を積み重ね13勝を挙げた宮城投手は今やオリックスの左のエースとしてチームに欠かせない存在となりました。もう一人がショートを守る紅林幸太郎選手です。1年目は宮城投手同様に2軍で力を蓄えウエスタンリーグで全86試合に出場。最終盤には1軍に昇格し楽天のエース則本貴博投手からプロ初ヒットも放ちました。翌年は球団初となる10代での開幕ショートスタメン出場。攻守に課題はあったもののチームが好調だったこともあり中嶋監督はショートとして起用し続けます。我慢が実りシーズン中盤以降は攻守に輝き出した紅林選手。シーズン後半には3番を任されるなど25年ぶりのリーグ優勝に貢献しました。2022年シーズンも130試合に出場しショートとしてチームのセンターラインを支えました。将来的には日本を代表するショートになることが確実視されている選手です。宮内オーナーの願い通り一郎氏に続くような存在が投打に誕生しつつあるオリックス。これからも舞島の舞台から日本を代表するスタープレイヤーの候補生たちが出てくることでしょう。オリックスの大阪移転の成功は彼らが証明してくれるはずです。